1曲目にお送りした曲は、西野カナさんで君ってでした。はい、ね、それにしても皆さん大思いかと思うんですが、バンド名が長い。ツッコミどころが満載のバンド名になっております。はい、チケット取り置きの時とかに、バンド名はって言われて、山田くんの、山田くんと3人の魔女プラスアルファさんです、あ、どうぞみたいな感じになっちゃうと思ったんですけど、めんどくさい。もしかしたら正式名称で呼ばなきゃいけないかなってお気遣いいただいてるかもしれないんですけど、私たちもぶっちゃけ書類書くときと自己紹介くらいのときしか正式名称で呼ばないので、普段は書類です。一番プリントしたいのが振り込みの時で、そう、全部カタカナで振り仮名を打たないといけない時、何文字になるかっていうと24です。山田天24文字と、もういい24文字だ、24文字いいんだ。あ、そう、山田くんか魔女かどっちかで呼んでいただければメンバーみんな反応できますので。そうですね、プラスアルファは呼ばれないの、呼ばれないですね、ないですね、はい、山田くんか魔女かどっちかでお願いします。で、私たちはちょっとさっきの曲は割とイレギュラー気味で、普段はこのリードボーカルのゆきちゃんに合わせてキュートでポップな元気な女性ボーカルの曲をメインに活動しています。本当ですか？本当ですか？というわけで次の曲は割とバンドの毛色に合わせて、生き物係さんのジョイフルをお送りします。聴いてください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ダダありがとうございます。